はい、コナンです。8日ウォッチプリプリやっていきたいと思います。覚醒カズエマルとのスコアアタック、ちょっとね25,000い微妙だったんですけど、ちょっとねその結果が非常に気になります。多分ねギリギリいったんじゃないかと思うんですけども、どうなんだろう。お、イベント予告来てますね。次のイベントが始まるよ。クリスタルレジェンド妖怪が登場。おっと、ちょっとどのクリスタルレジェンド妖怪が来るのか。金棒をめぐって熱き戦いを繰り広げる。ということは金棒を持ったって言ったら1体しかいない。クリスタル山武器用に来るような気がするね。このシルエット山武器用にだよね。さあスタンプカード、ちっこいけど秘伝書ゲット。これ嬉しい、お願いします。あー来たぜ、18,308。覚醒風丸必殺の秘伝書、そして稲妻コインももらいました。この稲妻コインはね動画の最後の方でガチャ回したいと思います。さあ覚醒風丸来たぜ、飛び出してきた。 SS ランクオーラが出ている。さあ覚醒風丸と友達になりました。 SS ランクポカポカ族。さあ星のミッションをねやっていきたいなと思います。まだねだいぶ星残ってます。やべえな、あと1日しかないのに。さあ使う妖怪こちら、風丸スコアアップです。そしてアスト、今回ね星のミッションがアストの必殺でとどめ。そして覚醒風丸、こちらが攻撃力アッププラスダメージカット。これはさ強敵で使えるよね。そしてスキルが HP が0になった時一度だけ回復15、自身の技ゲージが溜まる。これはなんか強敵でさ使えます。次のイベントでね多分活躍するでしょう。そしてチョコリーナ夏希、乗り返すダメージカット。さあこんなメンバーでね行きたいと思います。まあアストの必殺でとどめなんで、ちょうどねこの覚醒風丸で攻撃力アップしときのアストでいいんじゃないでしょうか。そしてこの覚醒風丸なんですけども、ノーマルの、まあ、ノーマルのっていうのも変な話なんだけど、風丸と非常に相性がいいんですよ。風丸がねスコアアップ、そして覚醒風丸が攻撃力アップなんで、攻撃力アップしときのスコアアップしときの打っていけばねスコアがね大幅に伸びます。ただプニがこれ見分けらんね、全く一緒じゃね。このパズルの中のプニはオーラが出てないんで、これ全く一緒だよね、顔一緒だもんね、何の違いもないよね。普通はさちょっと目が違うとか何かあるんですけども、今回全く一緒です。ということでちょっとね風丸と覚醒風丸相性がいい、まあ、必殺技のね相性はいいんですけども、ウニの相性は最悪だな。しかもノリカと若干色が被ってるっていうね。さあ残りゲージが少なくなってきました。そろそろ行きましょうか。さあ覚醒風丸かっこいいね。そしてノーマルの風丸、そしてアスト行くぜ。おー来たぜ。さあクリアしました。さあ星のミッションはクリアです。ちょっとこれ風丸と一緒に使いづらいってのがねどうなのっていう感じするね。ちょっと変えてよっていう気はするよね。おっと灰崎来たぜ、レベル50。さあちょっとね風丸使ってやってみましょうか。さあまずはまっすぐのパターン。さあ灰崎行くぜ。さあブレるな、あー若干右にブレた、ヒットです。さあ不動行くぜ、斜めパターン、今度はブレないようにねちょっと慎重に行きます。さあ長バナーナ、おーっといい感じ。さあパーフェクト、強えな。さあ覚醒風丸、さあいけ、
いい感じ。おっと、最後取り逃したけど。まあいいでしょう。ヒット。81、グレート。普通です。本当に普通だな。さあ、これもちょっと若干左にそれたけど。まあいいでしょう。844。さあ、灰崎。ここはミスらず行きたいね。さあ、ワイポイントアップ。おいい感じ、パーフェクト。ちょっとね、次のイベントの予告も来たんで、ワイマネーじゃない、ワイポイントもね、ちょっと稼いでおきたい。次のイベントなんか爆死しそうなんだよね。 SSS ランクのクリスタル妖怪ガチャから引かないといけないんで、なんとかね。でも5万ポイントまで貯めました。まあマックス100連ぐらいできるね。さあ次行きます。武器民族で最大ダメージ3500以上。うん、なかなか難しい。さあ使う妖怪はこちら、覚醒風丸、攻撃力アップ使います。そしてもう一体ピンクエンペラー、攻撃力アッププラス回復。そして軌道、武器民のねアタッカー軌道でいきます。複数範囲の妖怪プニを消す。まあ3500以上ねいけると思います。そして超覚醒配属、そして乗り返す、ダメージカットいきます。さあ行くぜ、メラメライオンと虫やカブト。さあ妖怪プリンのサイズ23以上なんで、まあ不気味だからね、軌道でデカプリ作って、まあ、必殺技打ってやれば、まあサイズ23以上、そして不気味の3500両方いけるんじゃないかと思います。さあまずは普通にねはめていきます。さあノリカダメージカット、まあ、まず1体は普通に倒してしまいましょうか。そして最大ダメージなんですけども、ちょっと注意しなきゃいけないのがフィーバータイム外で打たないとカウントされないんで、ちょっとねそこだけ注意してねいきたいと思います。さあまず1体倒しました。最初のフィーバータイム、まあここはやり過ごしましょう。さあデカプニ作っていきます。サイズ23以上って言ったらね、結構なサイズ、結構画面いっぱいぐらいまでデカプニ作んないとダメなんで、まあうまくね整地しながらつなげながらいきましょうか。さあ今回特殊能力の乗り換え S がいるおかげで、ちょっとねこの辺りは余裕があります。時間的なね、まあゆっくりやっていっても多分いけるでしょう。さあ技ゲージはもう溜まってるね。あとはプニのサイズ23以上を作って必殺技を打てば3500はねいけるんじゃないかと思います。さあ13、まだこれで13だからね、23って言ったらもうほんと画面パンパンです。なかなかね降ってこない。ちょっとねこの辺りはダメージカットとかで時間を稼ぎながらやっていきます。さあ今18ですね。もうあと一息、だんだんなんか画面がプリが少なくなってきた。さあ貯めていくぜ。さあ22 23、 OK でしょう。24、おっとここでまさかのフィーバータイム。まあここはやり過ごしてフィーバータイム開けたら打っていきます。なんかプニがプニプニしてるぞ。さあフィーバータイム開けました、行くぜ。さあ攻撃力アップ、そしてもう一回いきます。これ一回でもいいのかな。さあ必殺技どうだ。おお7200、しかし倒せない、マジか、強えな。まあミッションの方はねクリアです。はい、ザキ強えな。さあ星のミッションはクリア、420ワインマネー。さあレベル上限は解放しておきます。まあ次のイベントでね使えるかもしれないんで、まあじっくり育ててねいきたいと思います。さあガチャ行きましょう。さあスコアタの報酬で稲妻コインもらったんで2枚あります。これね回していきます。さあこれもね相当激アツです。 SS ランク出るからね。あったかいビスパー、おう
B ランクアスト。さあまだもう1枚あるから、さあ行くぜ。稲妻イレブンのキャラクターが出るかもしれないっていうのがかもしれないってなんだよ。あーっとゴールドのウィスパー。ああノーマルの不動でした。今焦ったな、覚醒したかと思ったけどこれはノーマルです。